このチャンネルは保護猫の魅力を発信し、里親様を探すお手伝いをしています。最後までごゆっくりご覧ください。皆さんこんにちは、猫兄さんです。今回の動画はホットカーペットでとろける猫と一緒に横になる極上癒し動画ということでですね、今猫ちゃんたちがねホットカーペットの上で本当に幸せそうにね寝てるじゃないですか。もう見てるだけですごく癒されますよね、この状況っていうのがね。なんか猫ちゃんもね完全にとろけてますよね。お洋服を着たキジトラのゴンくんですね、この子。あら、今ね猫パンチしちゃいましたね猫嫌いの梅ちゃんですからね。ちょっと横に乗ってみましょうかね。これだけね近くで横になっても逃げていかないんですよ、みんなね。もう本当にいい子たちだ。とっても可愛いでしょう。なんかちょっと おもちゃを触るだけでもね反応はしてくれてるんですけれどもね。とってもねまったりとした時間が流れておりますね。なんかマフマフ猫嫌いの子なんですけれどもね、全然人のことは好きなんですよね。黒猫の子猫、この子はマームちゃんだな。あんまりおもちゃには反応しなかったですね。やっぱりみんな横になりたい時間だったのかなっていう、ね、足のところにね寄ってきてくれておるでしょ。あんまり痛いんでしょうねみんな。今回のお店は新大阪付近阪急 JR 淡路駅近くにある保護猫カフェ森の猫屋さんです。おイケメンのねゴローちゃんが来てくれましたね、黒猫のゴローちゃん。もう一度ね真ん中の方で寝たいと思いますよ。あー幸せだこれはね。えもうどこを見てもね猫ちゃんがいてるので猫兄さん思わずにっこりしてるでしょ。いやー本当に幸せですよ、ね、え嫌がらないんですよみんな、うん、猫枕をしながら鼻キスですよ。これはやばいでしょう。キャババだな。この子にも鼻キスやがられたかな。伸びーとしてね、リラックスしてますね。ちょっとわしゃわしゃ触っておりますけれども、あくびしてますよ。みんな全然嫌がらないんですよね。たまりませんねこれは。もうね手を伸ばした先に全て猫ちゃんがいてるっていうね。で他の子触ってるとね私も撫でてみたいな感じで来てくれるっていうのもね嬉しいですね。転んした。これ可愛くないですかね。やばいでしょうこれは。お腹見せてくれてもうめちゃくちゃ甘えてますじゃんこれは。もう猫好きさんだったらこれたまらないでしょうこれね。やばい、これは幸せすぎるぞ。キジトラのゴンくんなんですけれども、ちょっとね体を舐めすぎてねハゲてきてるということでねお洋服でカバーしてるんですけれども、これもすごい可愛いですよね。ちょこちょこと歩いてきてくれてね、おすりいいですね。たまらんなこれは。お膝の上乗ってくれそうですよこれは。乗ってきてほしいな。乗ってきたよ。はい、これは癒されるぞ。ねえ、たまりませんよね。
でもすぐ降りちゃいました。大きな黒猫のチュチュくんですね。この子はね、お店で一番大きい子なんですけれども、子猫ちゃんがね、周りをくるくると回っておりますが、チュチュくんもね、全然なださせてくれる子なんですよ。あら、小麦ちゃんですね、この子は。ピーチトラの小麦ちゃん。この子もね、ヒロのこと大好きなんですよね。横にぴったりとくっついてきてくれたでしょ。普段はね、膝の上に乗ったりとかもする子なんですよ。あら、おもちゃで遊んでるかな。ちょっと動かしてみましたけれども、ね、すごい観察しておりますが、他の子が来てくれましたね。あ、みんないっぱい来た。ほら、いっぱい来たぞ、これは。カミーとして、ね、すごいまったりとした遊び方をしてくれておりますね。ちょいちょいとしてますよ。全然激しくはないんですけれどもね、こういう遊び方は癒されますよね。猫ちゃんいっぱい触りたい放題ですよ。のびーとなってる子もいいですね。あら、ちょっと噛もうとしておりますよ。いやー、本当に癒しの空間でした。皆様いかがだったでしょうか。ホットカーペットがねあると、猫ちゃん甘えてきてくれていいですよね。これからもね、猫ちゃんの癒しの動画、可愛い動画配信していきますので、チャンネル登録や高評価よろしくお願いいたします。はい、今日の動画は以上です。保護猫カフェ森の猫屋さんでした。